皆様おはようございます。9月の21日午前10時49分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日の火曜日第1部のね配信を行っていきたいと思いますけれども、今日と明日を過ごせばね、また木曜日に祝日ということで、今週は、仮想通貨業界にとっても、あとはね、私たちの生活においてもこうね、結構祝日が多い、動く週になるんじゃないかということで、まあ楽しみな反面ね、ちょっと仮想通貨業界も注意しておかないといけないことがあるなという形で、認識をしておいてください。もうわかりますよね。あの FOMC ですね、あちらの警戒感から下がっていってるのかなということもありますし、あとは中国のあちら不動産会社エバーグランドですか、恒大という感じの、あそこがね、の問題が大きくなっておりまして、今仮想通貨業界、まあ、というかそもそもですけど、世界の株式市場がね、もう全面的に大幅下落ということで、まあ、仮想通貨業界だけじゃないので、まあここに対してはね、まあ当然世界の株式市場全体がまあもう警戒感に包まれているということで、まあそこを注意をしておくべき1週間なのかなという感じがいたしております。さらに言うと FOMC でのテーパリング関係の話があるんじゃないかということでね、そこに対しても警戒感がやっぱり蔓延している感じになっておりますから、やっぱり今週はね、本当に年末にかけての仮想通貨業界限定だけで言いますと、ものすごく重要なね週になる可能性があります。ここで例えば FOMC でね、パウエルさん、パウジーさんがね、テーパリング関係に関してはもう来年に持ち越ししましょうよという形で言っていただければね、まあ一気に安心感というか、まだ始まらないんだなというね、安心感がある程度広がって、ぐりぐりと上がっていく可能性がありますので、そこに対するね、期待感はまだやっぱり捨てないようにしていかないといけないのかなという感じで、今ものすごくまあ期待感ばっかり言ってますけど、ビットコイン自体ね、というかもうそもそも仮想通貨というかビットコイン自体が今ものすごくね過強の値打ちにいるんでございますよ。ですからそれはね、まあチャート分析を通して見ていきましょうということでよろしくお願いします。割れちゃいけないラインをまだギリギリ守ってる感じかなという感じ、ですからここを割れ込むとマジーぜみたいなところがあるんでね、まあ先に言っときましょう。4万ドル割れるとガチめにマジみたいな感じ、4万ドル割れるとちょっとマジーぜみたいな感じがします。またね、あちらでございますよ。ロンガーのね、まあ、焼きが入っちゃって、まあ、損切りが入っちゃってね、もう3万5000ぐらいまで一気にバチョーンってね、下落してくる可能性がありますので、もう先に言っておきましょう。だからとにかく重要なラインは、4万ドル、付近。まあちょうど今ぐらいの値なのかな。あとでまあ雲のね下支えがあるので、そこをなんとかも守りきればという感じなんでございますけれども、4万から4万1000ここら辺付近でしょうか。一応後でチャートでね確認をしておきましょう。よろしくお願いいたします。そして、まずはですね、ちょっといろいろ案内があるんですけども、よろしいですか。これね、言っていた通り、無料のねごめんなさいね、ちょっとまだ喉がやられている状況なんですけど、ちょっとごめんなさい、喉塗るスプレーをやったんですけど、ちょっとまた再発してきましたね。ちょっと飲ませてください。大丈夫です。完全復活いたしました。よろしくお願いします。ごめんなさいね。はい。テレグラムの方でね、私、バディご協力のもと、無料のオープンチャットを、開いておりますけれども、このね、イカチー顔をしている左下のソウルマンという方がいるんですけど、この方が本人じゃないですよ。こんなね、漫画みたいな方がいたら、それこそびっくりという形でね、よろしくお願いいたしますよ。はい。まあ、この方がね、パイナポー TV を、作ろうかと、無料のオープンチャットを作ってみようかという形でね、まあ私のバディの お一人でございます、ソウルマンが、いるんでございますけれども、2日3日前ぐらいですか、テレグラムのね、結構ほら、なんですか、いわゆるビットマン TV の、無料のオープンチャット版が、いわゆるこのテレグラムのパイナポー TV というもの、これを一番初めに作ったんですよ。で、今もう人数上見ていただいたら分かるように、1463名のね、船員の方がもうご乗船をしていただいて、ずんずん突き進んでおります。はい、突き進んでおります。OK でございますか。で、ここに付随してね、いろんな部屋を作っていったんですよ。で、言うと、いきますよ。精神と時の部屋。っていうものを作りました。一応見てみましょうか。はい。こういった形。はい。まあ別に見てもいいかなと思いますので。こちら。一番上が、パイナポーのね、ビットゲットの分室ってあるんですけど、これはビットゲットでね、コピートレードをしている方結構、いらっしゃるんですよ。私が一応ね、案件として、もらいました。まあ、隠すようなことでもないかなと思いますから、普通に言いますけれども、案件としてね、ビットゲットさんの取引所の案内してみと、お前、やってみと、お前の語りでどんだけいけるねん、やってみみたいな形でもらったんでございますよ。はい。ありがとうございます。はい。こちらがね、案内をした後に、
結構もう230名ぐらいの方がもう登録をねしていただいて、このビットゲットさんの売りがね、あ、ごめんなさい、一応一回戻りましょうか。うん、ビットゲットさんの売りがここの真ん中にあるんでございますけれども、一応開いてみましょう。はい、このコピートレードっていうのがね、一応今下開きましたよ。下を開いて、コピー注文っていうのがあるでしょ。このコピー注文っていうのがこのビットゲットさんの売り、まあ、つまり大手取引所でやっているところはおそらくビットゲットさんしかないんじゃないかなという風な感じがしております。はい、で直近でちょっと大きなニュースがもしかしたら流れるかも、これはね一応かもという風に言っておきましょう。うん、ですから今後ね大きくなっていく取引所の一つかなと思いますので、もしねご興味がある方であればね、一応私の動画の再生リストの中に初めての方 A という再生リストありますから、その中に入っていただいて、一番上にねイヤイっていうね、もうねもう完全にイキりまくっているサムネがあるんですよ。はい、そちらを開いていただければビットゲットさんのご案内を20分ぐらいでしてます。でコピー注文に関する話も盛り込んでおりますので、一応ね、まあやり方、簡単なやり方としてね入れておりますから、これはおいおいコピー注文の一応手順としてね動画を作ってあげていこうかなと思っておりますので、そこはねちょっと楽しみにねお待ちください。よろしくお願いします。で今とにかく勢いのあるビットゲットさん、うん、現物とか、この下わかります？現物であるとか、契約ってあるんですけれども、うん、ここね、まあ、契約っていうのは、ごめんなさい、現物開きましょうか。現物であればね、結構な取扱い通貨数があるんで、あとはこういった形、これ全部現物です。うん。で、あとは、契約に関しても FX 関係ね、FX 関係なんですけど、まあ、こういった形、で、テザー契約、並びに、こちらね、あちら、テザー契約ですね。こちら FX 関係ですよ。で、上見ていただいたらわかりますように、ここ、普通委託の下に125倍ってあるですよ。ありますよね。これぐらいね、高レバに対応している。そして、お衣装はありませんので、まあそこら辺も安心してね、取引ができるんじゃないかということで、今、ちょっと勢いを増している、うん、取引所の一つのビットゲットさんで、ごめんなさい、話路線に戻しますけど、その中でコピートレードっていうものがありまして、それのね、言っちゃうと、ほら、結構やり方がわかんないよっていう方がいると思いますから、その方専用のね、一応ビットゲットさんの分室も作りました。OK ですね。で、上から、3段目のパイナポー TV っていうのが普通の、いつも通りのやつ。OK ですね。で、初めに作ったやつですね。で、上から、ここ。精神と時の部屋っていうのがあるんですけど、ここが、立ち位置的には、あちら、WSOT 用にもともと開いた部屋なんですよ。OK ですか？ですから、一応ね、これを大会専用の部屋にします。今後は。大会専用の部屋。ですから、今後ほら、取引所で、いろんな取引所でね、大会、やっぱり開催されると思うんですけど、一応私が、登録をしているね、主要な海外取引所で開かれる大会に関しては、ある程度私自身は出場ね、しようかなと思ってます。個人でも。で、あとはチーム、例えばチームをほら、作ってやれるような、今回の WSOT みたいにね、チームを作ってできるようなものに関しては、一応皆様とね、チームメンバーとして戦えたら嬉しいなと思いますので、その時はチームをね、作って参戦をしていこうと思いますので、で、その時にチームを作った時の、まあ、その大会用のね、部屋として、この精神と時の部屋は残しておきます。ですから、大会があって、チームを作った後に、ここに、まあ、みんなで集まって、大会用の部屋として、ワイワイガチャガチャ行こうぜという感じ。ですから、大会があるまでは、ここは一旦お預けという感じ。じゃあ、その代わり、どういう風にすればいいのか、どうなるのかと言ったら、さっき見ました、この偉大なる航路へっていうのがあるでしょ？これが、言っちゃうとね、あ、ここ開きましょうか。はい、ここ。新しい部屋を作りました。ですから、もともと大会用のね、精神と時の部屋は、トレード系の情報が結構流れてたんですけど、それをまあ普通のほら、例えば大会に参加してなくても、トレードを見たいよと、ね、どういった情報が流れてるのかやっぱ知りたいよって方やっぱいっぱいいると思うんですよ。ですから、このね、新しい部屋、うん、ここが、名前が、いきますよ。偉大なる航路へ来たと、来たと、とうとう、何か。ワンピースです。ワンピース、みんな大好き、ワンピース。私も途中で折れました。途中で読むのを折れたんですけど、ワンピースはやっぱ好きですよ。それは基本的には好きでございます。で、この名前をね、どうするか。これ誰が考えたのか。いいですか？このイカチー兄ちゃん、ソウルマンじゃないんですよ。実は、ソウルマンの奥様。奥様のマルちゃんという方がね、考えてくれたということで行こうぜとね。ビットマン TV もいいですか？ YouTube の大海原に、わかりますよね？ YouTube の大海原に出ていった。一隻の小舟から今スタートしておりました。ですけれども、いいですか皆様。もう9000名を超えて、徐々にね、大きくなっていってるんでございます。今、船員の方が9000名、わかりますよね？大海賊団になろうとしておりますから、私はいいですか？ YouTube 界、そして、いいですね。このテレグラム業界、まあ無料のオープンチャット業界にね、一隻を投じるため
ために出場してきましたので、ここはやっぱりね、偉大なる航路へというこの名前はもうビタじゃないかと。わかりますよね皆様。ここを否定してくる方はいいですか、私と膝を突き合わせて話し合いましょう。よろしくお願いいたします。どういう話し合いをするんだよと。偉大なる航路へのいいですか、順に、1から順になぜこういう名前になったのかっていうのをね、皆様に膝を突き合わせて説明をしていきたいと思いますので、まるちゃんも呼んでよろしくお願いいたします。はい、ですからソウルマンの、ね、奥様がつけてくれた、もうこれはビタじゃないですか。あのね、もともとドラゴンボール系で行くかっていう話だったんですよね。カリン島であるとか、わかりますよね。ほら、精神と時の部屋で来たんで、まあドラゴンボールで言ったらカリン島だろうとかね、そういった形でしょうか。ですけども、あえてここはね、まあやっぱりワンピース、うん、これ何ですか、ワンピースって本当の実物のなんかものなんでしょ。これ私最後まで、あの最近のやつは読んでないんですけれども、ちょっともう一回やってみようかなと、行ってみようかなと思ってる次第でございます。ですからね、このワンピースを題材とした偉大なる航路へというのが、ここが新しくできた、作られた部屋ということでね、ビットマン、TV、まあ、いわゆるパイナポー TV の補助線という形になっております。OK ですか？ですから、この中では、さっきも言ったように、ある程度ね、こうね、チャート的な、うん、話が、もり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 盛り込まれているんじゃないかと。今、130名ぐらいの方が、一応、入ってきておりますので、もしご興味がある方はね、ぜひともぜひとも、参加をなさってみてください。わからないかなと。誰でも入れるんですかね？招待制になってます？誰でも入れるのかな？もしわかんない方は、先ほど、見ました。パイナポー TV の方にね、入っていただければ、そこでご案内しますので、偉大なる航路へと、ありますよね。ありますから、そこに入る入り口がありますので、そこで参加をね、していただければ嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。はい。で、パイナポー TV は、一応みんなでね、いろんな情報とか、ほら、わかんない、初めて入る、じゃあ、パイナポー TV どういう立ち位置なのって言ったら、例えば入りたての方とかであればね、いろいろわかんないことがあると思うんですよ。ですから、そういった質問、部屋みたいな感じ、基本的には。あとは、たまには、コイン情報を流したりね。ですから、基本的にはさっき見た、偉大なる航路、のね、あの部屋に関しては、トレードを基本的にはやっていこうぜと。ね、みんなで金持ちになるように、情報共有しようぜという部屋でございますから、よろしくお願いします。ですから、まあ、最後にまとめますと、いいでございますか？冗談は言えませんから大丈夫。パイナポー TV がメイン。OK ですね。で、YouTube はビットマン TV が、今皆様がお聞きになられているビットマン TV がメインね。無料のオープンチャット、テレグラムの方ではパイナポー TV がメインとなっていて、そこに付随して、パイナポーのビットゲットの分室。うん、これはコピートレードをね、やっぱりやりたいなという方がいると思いますので、入っていただければ、結構ね、わかるかなと。結構いいですよ。あのね、トレーダー情報とかいろいろ流してくださってる方がいて、いろいろマジで調べてくれてるんですよ。うん、いいトレーダー情報を。うん。ですから、ここはね、一つビットゲットでマジで、コピートレードやろうかなと思っている方は、ガチ初めにこれはありだと思います。どのトレーダーを選んでいいか分かんない方いると思うんで、ここはいい部屋にね、育つ、匂いがプンプンしておりますね。はっきり言いますけれども。で、あとは、さっき見ました、部屋ね、新しくできた偉大なる航路へ。これがね、ソウルマンの奥様、マルちゃんがつけた、もう、ビットマン TV にぴったりじゃねえかと、大海原にね、出発している、このね、一石を投じる船、もういい名前でしょうという形で、バチーンってね、もう全面に押し出してきましたので、よろしくお願いしますよ。はい。そして、行きましょう、行きましょう。で、あとは、あと、二つかな？あと二つあります。あ、一つは、ガハハチャンネルってのがあります。これは、もうね、チンさんが作った部屋になりまして、一応見ておきましょうか。ガハハです。うん。ちょっとごめんなさい。戻りますよ。上から2個目の、ガハハというやつね。ガハハハチャンネル。これは、チンさんが作ったやつ。オッケーです。まあ、これはね、もう、マジでたわいもない話してます。相場がうんぬんかんぬんじゃないので、もう、気分転換ね、いろんな情報というか、相場以外の話をね、結構しているかなという感じ。そして、いきますよ。あと一つあります。あと一つが、ここにはないんですけど、何か、いいですか？男性禁止。まあ、男性禁止です。今から言う部屋は。うん。ピンクパイナポーという部屋が。あ、だから、私も男性ですからね。入っていないんでございますけれども。お前男性なの？男性です。私、お姉疑惑があるんですよ。なんでですか？よろしくね。なんか知らないけど、やっぱりビットマン TV、絶対お姉だよ、こいつ、みたいな形で。だから、YouTube の方でもコメントいただいたんですけど、お姉ではないです。お姉ではないですよ。よろしくお願いしますね。ですから、私も、そちらの部屋には入ってないんですけど、ピンクパイナポーという部屋があります。ここは、女性専用の部屋。うん。で、40名以上の方が今ね、入っているのかな。ですから、もしね、女性の方で近くにね、トレード仲間がいないと、ね、女性の方でほら、やっぱり、なんだかんだ言って、どうでしょう。結構多いってニュースではあるんですけど、女性の方がね。ですけど、実際、自分の周りでやってる女性の方いないよっていう方がいるんであれば、やっぱりほら、相談とかもできない時あるでしょ？男性にもですよ。ですから、ここはね、ピンクパイナポーという、まあこれも補助線みたいな形でありますので、ここもしね、女性の方で、まあ、
あの女性の園ですよね。女性の園でございます。はい、気になる方は女性でね、ここパイナポー TV の方で聞いていただければ案内がすぐ出てくると思いますのでよろしくお願いいたします。はい、まあそういった形でね、今テレグラムのオープンチャット、無料のオープンチャットは5つの、今の宣伝がねできているということで、そのトップがいわゆるパイナポー TV で、その大元、はいはい、その大元は、ビットマン TV でございますのでよろしくお願いいたします。はい、そういった形で、行ってみましょうということでね、ですが精神とごめんなさい、時の部屋に関しては一時、クローズというかね、まあ、大会がまた始まった時にはそっちにみんなでまあ移動していただく感じでよろしくお願いいたします。はい、そしてまずはテレグラムのねご案内でございました。行きましょう。そして次ですよ、まだ続きます。行きましょう行きましょう。テレグラムの案内とビットゲットさんの案内ね。そして、次行きます。来ました、皆様来ました。はい、ここはねもう2日3日前ぐらいから皆様にちょっとこうねずっとお願いをしている状況になっているんでございますけれども、オールナイトビットマン、はい、来ました。皆様96件の今コメントが入っております。ずん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 突き進んでおります。100件まであと4コメントでございますので、ぜひともぜひともぜひともね、ここは本当によろしくお願いいたします。おそらくまだね多分聞いてないと思うんですよ、メンタルマネージャー。はい、聞いてないと思います。で今日仕事場で会うので、そこでどういったね反応を示すのかという感じでございますね。はい、ですからちょっとね、まあ私も気になるところでございますけれども、まあ逃げるということはありません。逃げれませんから。追い込むなお前さ、追い込みます。当たり前じゃないですか、こんなもんは。大丈夫です。はい、かわいそう。昨日も言いましたね。ちょっとかわいそうじゃないのっていう気持ちが出てきた方、横に置いておきましょう。その感情は、その感情は横に置いておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、ビットマン TV の中で配信をするということはそういうことでございますので、よろしくお願いいたします。ですからあと4コメント以上はねちょっと欲しいなという形で、ここはねぜひとも皆様にご協力をね、ちょっとお願いしている次第でございますけれども、もしねお時間に、がある方で、まあまあ分かったと、コメント入れちゃってもいいぜみたいな形がねこういる方がいるんであれば、ぜひともこのオールナイトビットマンの方ね、ちょっとコメントを入れていただければ、まあ私が言うことでないかもしれませんけど、ぶっちゃけた話めっちゃ面白いですよ。はっきり言いますけども、これはガチで聞けると思います。はい、聞けるんじゃないか、下手するとごめんなさいね、自分で言うのもなんですけど、私もやっぱりね収録して聞き直したんですよ。だからやっぱりね面白い、自分で言うのもなんですけど本当に面白いと思いますので、もしねお暇がある方は一回こう聞いてみてもねいいんじゃないかなっていう感じがします。はい、結構なんて言うんですかね、まあ別にそれを意識してるわけじゃないんですけど、自分で本当にごめんなさいね、お前自分で言うなって感じがしますけれども、間延びしてないんで、結構こうテンポよくね、話が展開されているので、結構面白く聞けるんじゃないかなと思いますから、もしね、ご視聴、されてらっしゃらない方は、ぜひともね、ここ、聞いていただければ私もですけれども、メンタルマンもやっぱり喜んでくれるかなと思いますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。はい。ですから、あと4件のコメントがね、ちょっと欲しいというところで、すいませんね、ここは皆様でお願いする次第でございますけれども、よろしくお願いいたします。はい。そしてあと一つだけ行きましょう。もう先にお伝えをしておきます。うん、こちら、今大丈夫かなと思うんですけど、さっきね、ニュースで上がっていたんですけど、いいですか？これ私のツイッターになります。ツイッター。で、ツイッターの方ね、ところでこのビットマン TV というツイッターをやっているんですけど、今まあ4000名以上のフォロワーの方がいるということで、これね、2019年の1月からツイートを利用していますってありますけど、これ私、かなり前に解説はしたんですよ。で、全然動かしてなくて、名前も全然違ったんです。ですから、一応やり始めが、今年の2月、3月ぐらいだったかな、確か。だから今、半年ぐらいを経過したところで、まあ、ビットマン TV がね、成長していますので、このツイッターの方でもフォロワーの方が増えているよという状況で、私の誕生日が1月24日です。よろしく。1月24日、はい、よろしくお願いいたしますね。はい、よろしく、何をよろしくなんだよ。よろしくお願いします。ごめんなさいね。はい、行きましょう。で、このツイッターのトップにね、一応今ピン止めしてるんですけど、ここが、先ほどご案内しました、パイナポー TV の入り口になってますから、とにかく押してもね、多分皆様のスマホ、爆発することはないと思いますので、はい、ここは安心してね、えぐり押ししていただければ、結構かなと思います。よろしくお願いします。はい。で、一応この写真の方は私じゃないですからね。よろしくお願いします。これはね、私のチャンネルが、パイナップルを、やっぱりわかりますよね。パイナップルが全面に押し出されてるでしょ。パイナップルを全面に押し出した原因の方になります。原因の方。この方が、やっぱりね、私は、この方ね、ビットマン TV 並びにパイナポー TV を、こちら、やっぱり上昇基調にね、乗してくれたお一人じゃないかなと思ってます。ぶっちゃけた話。この方、多分ね、私のチャンネルの救世主かもなと思ってるんですよ。最近は本当に。パイナップルが、わかりますよね。なんでお前の、そのね、わかりますね。チャンネルはパイナップルが乱舞してんだよと。ね。これにはいろいろわけがありますから、まあこれもね、年末の、あちら、メンタルマンとのね、オールナイトビットマンでね、いろんな話をさせていただこうかなと思ってます。まあ知ってる方もいると思いますけれどもね、知らない方もたくさんいるかなと思いますので、なんでパイナップルでなんでこの人なのみたいなね、感じで、一応話をさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。とにかくね、オールナイトビットマンはね、これね、ある意味違うところで走っていきそうな気がするんですよ。なんかわかります？これ言ってる意味。なんか、
そうなんですよ。うん。あ、ごめんなさいね。話がちょっと変わりましたけれども、さっきは年末でいろいろね、オールナイトビットマンのボリューム3やるよーみたいな感じで言ってましたけれども、まあ、月1、2ぐらいでね。これ、オールナイトビットマンは、ある意味本当に仮想通貨業界とは全然違うところで、なんか一人歩きしていきそうな感じもするんですよね。もし、うん、これ本当に真面目に言わさせてもらっていいです。例えば、ラジオ番組系をね、やっている方で喋りますよ、私ども。全然喋りますが。こいつガチで欲深いな。そうです。私、欲深おじさんでございますので、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。はい。まあ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 、YouTube の中でね、楽しめる、まあ、たまには息継ぎみたいな感じでね、見ていただければなと思いますので、オールナイトビットマンよろしくお願いします。ごめんなさい。話が急展開しちゃって。で、無料のオープンのテレグラムね、テレグラムの無料のオープンチャットの入り口がここ。ピン止めしてます。で、あとね、あとちょっと一時したらここちょっと差し替えようかなと、いうふうに思っておりますのでよろしくお願いいたしますよ。で、あとは、こちら、もう言いましょうか。何に差し替えるのかもうわかりますよね。ビットゲットさんですよ。お願いいたします。ここはね、やっぱり私が、案件として一応いただいたのでね、もう皆さんもまあご存知でありますけれども、やっぱり、もう言いますよ。アフィリエイトとしてね、やらさせていただいておりますので、まあ隠すことでも何でもないということでね、おりますので、まあ気になる方も結構いるんじゃないかなと思いますから、ここはトップは、ちょっともう少ししたら張り替えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ちょっと、ビットゲットさん大きな動きが出てくるかもね。これぐらいはちょっとね意識をしといてください。もしかしたらです。OK ですか。で、ごめんなさいね、話がこうガーッとね連チャンで来るんですけど、一応ツイッターの方ねご案内させていただくついでに、先ほどね、まあ、48分前なんですけど、コインベースの方で新しい通貨が上場しました。うん、これは後でちょっと見せましょう。で、 AGLD アドベンチャー、なんだったかな、アドベンチャーなんとかってやつ、ごめんなさい、後で見ていきましょうね。で、それが上場したって話があったんですけど、価格に全く反応がなかったので、一応もう先にねツイッターの方で流しました。で、ここAGLD は、私が普段使っている取引所で言うと、この右上のね、gate.io というところでしか扱ってなかったんですよ。バイナンスでもなかったです。ビットルーもなかったんで、もしね、気になる方は、gate.io のね、リンクを、あちら説明欄、あとは概要欄に貼っておきますので、ビットゲットもバイビットもすべて貼っておりますから、ぜひともね、ご活用していただければ嬉しい限りでございますので、そこはね、よろしくお願いいたします。はい。ですから普段使っているところでは、gate.io が AGLD はあったよということで、後でまたチャート見ていきましょう。ちょっと上がっていないことをね、願う次第でございます。はい、ごめんなさいね。ちょっと話が長くなって案内が多かったんですけれども、行きましょう、行きましょう。早速ですけれども、行きますよ。本日の重要ニュース行ってみたいと思います。パパプー、パパプー、パパプー。いや、お願いいたします。お願いいたします。その前にいいですか？ちょっと一旦飲ましてください。飲ましてください。喉がちょっと良くなってきましたね。完璧でございます。やっぱり完璧でございます。はい、行きましょう、行きましょう。行きまーす。ですね、さっきのニュースですよ。行きますよ。アメリカのコインベースが仮想通貨の新規取り扱いをしたということで、今日の朝方、4時間5時間ぐらい前に日本のニュースで流れてきました。で、行きますよ。アメリカのね、取引所、コインベースプロは21日に一つの銘柄の新規上場を発表。で、新たに取り扱う通貨は、ここ書いてますね。アドベンチャーゴールド、というもの。ゲーム通貨みたいな感じ。あ、書いてますね。ごめんなさい、ごめんなさい。で、21日以降に取引が始まる予定だということですね。で、取引ペアは、ドル建てのアドベンチャーゴールド、そしてテザー建てのアドベンチャーゴールドとして提供されますよと。で、一応概要書いてます。簡単めに。アドベンチャーゴールドとは、いいですか？ごめんなさいね。NFT プロジェクト、ルートプロジェクトの所有者に無料で配布された ERC20 トークンで、ゲーム内通貨になる可能性があると。で、ルートプロジェクトは、テキストベースのゲームに関連する NFT プロジェクトで、それぞれのゲーム内装備がね、ランダムに生成されており、コミュニティの決定によって装備の用途が決められるということで、まあ、ゲーム内通貨でございましょうということでね、一応、アドベンチャーゴールド AGLD というものが、ここ、コインベースプロに上場したということでね、今かなり攻めてますよね。攻めてます。うん。やっぱり、二大巨頭。うん。コインベース。あとは、やっぱり、バイナンスね。ここで上場するっていう通貨は、やっぱり注目されていく通貨。で、そこに食い込んでくる取引所がどこなのかっていうのがね、やっぱり私の中ではやっぱり気になるところでございます。で、今そこの先陣を切りかけているのが、バイビットがワンチャンあるかなっていう感じ。うん。バイビットがちょっと注目をされ出しているので、ビッダーの件もありますから。だから、バイビットで上場、まだもうちょっと弱いかな。うん。だから、ここに食い込んでくる取引所多分あると思うんですよ。それが、バイビットなのか、今勢いを増しているビットゲットなのか。うん。どこがね、またね、こう、食い込んでくるか分かりませんので、ある意味取引所の戦国時代がね訪れようとしている可能性がありますから、ここはここで楽しみなねところでございましょう。よろしくお願いします。あと FTX も結構攻め込んでますよね。 FTX もね、ここはいろいろな面でね、注目をしていきたいところでございます。まあ今は二大巨頭のコインベースとバイナンスが強いのかなっていう感じ。うん、やっぱり上場するよというニュースが流れてきたらかなりのレベルで反応してきますからね。よろしくお願いします。はい、そしていきましょう。今日の重要ニュースですね。お二つ目いきます。いきますよ。
ビットコインが大幅下落ということで、まあこれはね、知っての通り、昨日の夜あたりからずーっと落ちてきました。で、今弱含み、FOMC 待ちなのかなという感じもありますから、今週はガチめに要注意相場かもしれません。はい。落ち込んでくる可能性もありますし、ですけれども、守るべきところを守りきれば、なんとかね、FOMC でも安心感が広がっていければ、年末にかけてもう一回体制をね、立て直してくる可能性がありますので、今ぐらいが底形成される可能性があります。ですから、ちょっとそれは後で見ていきましょう。いきますよ。ビットコインが下落ということで、いきます。20日、仮想通貨市場でビットコインの下げ幅がね、一時4900ドルを超えたと。で、翌21日も前日比 8.3% 安の4万3000ドルと反発の勢いは弱いんですよね。そうなんですよ。だから、買い渋っているかなという、やっぱりね、下に落ちてきたからチャンスじゃなくて、やっぱり FOMC 待ちかなっていうところもあります。こういったところを見ると。で、下落幅としては、9月7日の急落に続く水準で、約2週間ぶりの大きさとなったと。で、中国のここですよね、やっぱりね、不動産会社大手、中国恒大集団、だからエバーグランデグループの経営危機の影響が金融市場に及ぶリスクを警戒する中で、まあ、これはね、もう世界の株式市場、さっき初め言いましたけども、がもう大幅下落ということでね、仮想通貨業界だけじゃないんだよね、これはね。はい。で、週明け20日のニューヨーク株式市場がね、相場が急落と。で、仮想通貨市場もつれやすしたということで、やっぱりここはね、あんまりいいニュースじゃなかった、あんまりというかだいぶいいニュースじゃなかったなと。で、一説によると、リーマンショック超えるんじゃねえかみたいなことも言ってるニュースもありましたもんね。で、いきましょう。ダウ工業株30種平均は前週末終わりね、日614ドル安の3万3970ドルで、下げ幅は一時970ドルを超えたと。 OK ですね。で、ここのね、エバーグランデ、ここグループの資金繰りが急速に悪化する中、23日以降に続く社債のね、利払いを機に、債務不履行、デフォルトに陥る可能性を警戒する見方が出ているということでございますね。で、コロナ経済化で加速した金融バブルの転換点になれば、はい、リスクアセットとしての側面を持つビットコインなどの仮想通貨市場にも影響が及ぶ可能性があるということでございます。OK ですか？で、上から下に流していきましょう。関連トピック、また、ここですね、やっぱり注目しておかないといけないのは、今後の予定としては、9月の21日から2日間にわたって開催される FOMC がね、控えると。日本時間で23日にずれ込んだみたいなニュースがちょっと流れてたんで、明後日から開始ですかね。ちょっとごめんなさい。ここはっきり分かったら、第2部の配信でも言いましょう。はい。で、いきますよ。仮想通貨市場の最新トピックでは、NFT バブルの過熱感もピークアウト。で、一時10億ドルに達した取引額も、8月月初の水準まで低下。で、SEC 関連で、仮想通貨関連企業への締め付け強化として警戒された、そう、ここあったんですよね。これ、コインベースのレンディングサービスが実はね、終了したんですよ。で、これは、なんかね、17日かなんかに、めちゃくちゃひっそり終了したらしいです。ニュースに載ってました。大々的に発表してなかったみたいな感じ。うん、なんか、17日にひっそりと終わったっていう。あまりこれ、大々的に行くとね、やっぱりこれ市場に影響があるという懸念があったんで、多分ね、ひっそりと終わったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、これがね、あったということ。で、まあ、やっぱりね、あまり SEC と喧嘩をするのはね、まあ、良くはないですよね。普通に考えてね。普通に考えてですよ。あんまり良くはないかなと思ったんで、まあ、賢明な選択なのかなっちゃ選択ですよね。で、行きましょう。アメリカ時間月曜日には、アメリカンズ・フォー・フィナンシャル・リフォーム・エデュケーション・ファンド。はい。コンシューマー、フェデレーション・オブ・アメリカ、および、その他の、投資家推進団体は、SEC の、ゲンスラー委員長宛てに、仮想通貨セクターへの規制強化を求める書簡を送付していたことが分かったと。で、この書簡は、いいですか？ステーブルコインや仮想通貨レンディング、仮想通貨取引といった分野を取り上げ、有効な規制ガイドラインがなければ、デジタル資産市場は混乱を招く事態になりかねないというふうに主張と。で、SEC が既存のね、証券法を用いて、投資家保護を行うよう仮想通貨を規制するよう進めていると。で、ゲンスラー委員長は、これまで様々な場面でね、仮想通貨セクターに対する規制強化の必要性を指摘し、取引所やディファイなどを規制の優先事項とする意向を示しているということで、まあこのルール整備はね、重要でございましょうから、ここは別にいくのマイナス面というわけでは、一旦は売り圧がかかると思うんですけど、後々を考えると必ずしていかないといけないことでございますからね、一旦は、やっぱり落ちてくるとは思います。ですけれども、そこはまた一つね、仕込み場のチャンスになるんじゃないかなと思っておりますので、大幅下落を起こした時はね、そこは一応いろいろ考えておきましょう。いいですか。規制作り、ルール整備が行われるということは、今後の仮想通貨の発展に向けての
一つの足がかりになる可能性が大いにありますからね、 OK です。そこをまた拠点、いわゆるね、起点となって起点としてガーッと作り上げられていく、いろんな機関投資家の方が入っていたり、今入り渋っている方いると思うんですよ、いっぱいね。その方たちがやっぱり規制がちゃんとルールがちゃんとされるんであれば、投資家保護がちゃんとされるんであれば、じゃあやろうかいなっていう形にね、多分頭のスイッチがシフトしていくと思うんですよ、パチッと、うん、ですからそうなる方が仮想通貨業界にとっては当然後々考えるとプラスです。今はある意味無法地帯という状態になってるんです。これは分かりますよね、ある意味無法地帯なんですよ。ですからある意味ギャンブルチックな投機的な側面も捨てきれないところがあるでしょ。ですからこれがある意味投資としての分野としてね、きちんと確立されるその初動がこのルール整備だと思うので、これはマイナスじゃなくてプラスですからね、 OK ですか。ですからここに対する下げの警戒はしておかないといけないんですけど、それは後々を考えた仮想通貨業界にとって必ず重要なことで、それをするということはある意味今後の発展を国もやっぱりある意味暗に認めているということだと思うんですよ。わかります？だって今後発展しないものにルール整備なんてするわけないじゃないですか。それは思うんですよね、そういう意味合いでいくとですよ。ですからこれはものすごく重要なことなので、ここであーって悲観になるんじゃなくて、落ちてきた時に仕込んでいくような資金をやっぱりここは準備をしておいた方がいいなっていう意識にね、シフトをやっぱり皆さんは持っておくべきだと思いますから、ここはねよろしくお願いいたします。そういったこの流れが来るとね、ルール整備がされると当然皆さんが待ち焦がれている、私もそうですけど、アメリカの方でね、 USA ナンバーワンハンバーガーナンバーワンみたいな感じで多分ね ETF が承認されたら盛り上がってくると思うんですよ、アメリカ様の方々が。わかりますよね、わかりますよね、右手の人差し指を天に突き上げて、もうわかりますよね、もうアメリカはわかります、アメリカ国民の方は自国ナンバーワンってやっぱり思ってますからね。で今カナダとブラジルの方で ETF のサンドイッチが行われているわけですよ、 OK です。ですからここが承認されたらナンバーワンナンバーワンみたいなね感じで、おそらくツイッターで流しまくる輩がいると思うんです。ここは OK ですか、ここはね久々出ましたけれども、そういったことでございますから、 USA ナンバーワンハンバーガーが絶対出てくる輩が出てくると思います、 OK です。ハンバーガーはちょっと余計かもしれませんけれども、サンドイッチされているねハンバーガーイコールアメリカでしょ。ですからそこがね多分ねツイッターでバチャーって流れてくると思うんですよ、 OK ですか。そうなると仮想通貨の大きなビッグウェーブがね起こってきますから、 OK です。そのやっぱりちゃんとするルール整備をしないと、それもやっぱり話としては始まりませんから、これはプラスのニュースでしょうということで捉えておきましょうね、よろしくお願いいたします。はい、それでは久々出ました USA ナンバーワンハンバーガーでございました、よろしくお願いいたします。初めて聞いた方ね、なんだこの親父とね思った方いらっしゃるかもしれませんけど、それが私ビットマンスタイルでございますから、お願いいたします。はい、それではね本日のちょっと案内長くなりましたけれども、案内と重要ニュースでございますね。はい、海外の取引所、一番上からバイナンスバイビットゲート、このゲートが AGLD 扱ってます。そして真ん中の段の左からビットル、そして今要注目の取引所になりつつあるビットゲットさんね、ここ5つが私が使っている取引所ですので、もしねよろしければ、私の動画の説明欄、概要欄の方に、リンク貼っておきますので、ぜひともねご活用いただければ嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。はい、そしたら行きましょう、本日のチャート分析、パパブーパパブーパパブーバーバー、お願いいたします。お願いいたします。はい。まずは、AGLD、ごめんなさい。ちょっと一番下に下がります。ちょっとゆっくり目いきましょう。ちょっと下目が回るかもしれません。いきます。ぶっと。はい。まだ大丈夫かなという感じ。はい。先にこっち行きましょうか。AGLD 行きましょうかね。はい。せっかくですからね。やっぱ気になる方もいるかもしれませんので。まずは、ちょっと順番を変えていきましょう。はい。AGLD なんでございますけれども、いきますよ。ただいまの価格が 3.79 ドル付近をね、推移しているような状況になっておりまして、もう全くね、全くと言っていいほど、これポロでしたかね。ポロニエックスだったかな。のチャートだったかなと思うんですけど、全くと言っていいほどね。価格に反応がありません。出来高はぐっと、バチッと増えていってるんですけど、価格にほぼほぼ影響がないので、これね、ちょっと仕込みとしてはありかもねと。今、ちょっとビットコインとかあっちの方に結構釣られているのかな、みんなの意識がっていう感じ。だから、これね、一旦落ち着いてきたら、あれみたいな、AGLD っていう通貨がなんか、コインベースプロに上場してんぞみたいな感じで、バチッと上がってくる可能性はゼロじゃないので、ちょっと今仕込みとしてはいいかも。OK です。ですから、もしこの配信が終わった後にね、まだ今の値打ちぐらいにいるんであれば、あちらさっきご案内した、ゲート.io で扱いがありますのでね、ちょっと購入を、検討してみてもいいんじゃないかなっていう感じがね、いたしております。で、一応ね、上場後で言いますと、12ドル付近でね、実践、つけてますから、12ドル付近までバチッと上がってくる可能性はゼロじゃないのでね、もし気になる、1万あたりちょっと高いかな、400円ぐらいですので、ちょっと興味がある方はね、ちょっとこれ珍しいですよね。他にもありましたから、キープとかも上がってませんけれども、上がってなかったですけれどもね、だからこのアドベンチャーゴールドという通貨に関しても、まだ反応があまり薄い。出来高はグレート増加をしておりますけれども、反応が薄いので、ちょっと仕込みの通貨としてね、捉えておいてもいいんじゃないかなっていう感じがね、いたしております。全然動いてないですね。
大丈夫ですね。時間は動いてるんで、この値打ちから動いてないということで、まあ気になる方はですよ。まあ買い煽りとかじゃないので、資金に余力がある方ですよね。ここは、まあ購入を検討してみてもいいかもしれません。はい、ごめんなさい。普通の路線に戻します。いきます。まずもう AGLD に関しては、以上となります。そしていきます。ビットコインですね。行ってみましょう。まず冷やしてみていきましょうか。はい、こういった形。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 42,665 ドル付近をね、推移しているような形になっております。OK です。で、ここ今冷やしでございますけど、やっぱりね、まだね、ちょっと買いは控えた方がいいかも。かもしれません。何か。やっぱり、さっきも言いましたように、FOMC への警戒感がやっぱり強いっていう側面もありますし、ここがどういう風な形で決着していくのかを、牽している、まあ、待っている投資家の方も多いと思うんですよ。で、あとチャート的に見ていくと、MACD 線が冷やしレベルで右下がりで、これね、ゼロラインを、真ん中のゼロラインを下割れしそうになってます。今この状態で。わかります。ですから、MACD 線という青いラインが、ね、下ですよ。青い線が、トレンド線って言われるね、いわゆるオレンジのラインを上に覆いかぶさった状態でずるっとゼロラインを下に割れていくということは弱気相場が継続中ですよという風なまあシグナルになりますので、まだねこう落ちてくる可能性はあります。 OK です。そして、まあ一応ねかなり反発は強かったですよね。やっぱりここ雲の形、ドルベースでいくならばもう4万ドルというやっぱり切り板はちょうど雲の形ですし、やっぱり切り板というところでね、ここはやっぱり守っていかないといけない。ここを割れ込んだらもう本当にいよいよ3万5000ドルぐらいまでバチッと落ちてくる可能性が大でございますので、ここはやっぱり守っていくラインということでね、反発はしてきました。OK です。で、あとは、一つもたついていたのが、この、わかりますね、冷やしレベルの100日移動平均線。ここのね、4万500ドル付近。4万、すみません、1000ドル付近ですね。ここである程度もたついて、いたんですよ。支えが入るかなと思ったんですけど、一旦割れ込んじゃって、ずるいとね、4万100ドルぐらいまで、割れてはなかったですかね、4万ドルはね。そこまで落ち込んできたんですけど、やっぱり、反発してきて戻ってきました。まあ、これはね、いい要素でございますよ。OK ですか。で、4時間足レベルで見ていきましょう。はい、こういった形。今ね、さっき見ました。冷やしレベルでのマックディ線右下がり、4時間も右下がりであまりよろしくない。そして、いいですか？雲も上に存在している。これもよろしくないです。そして、ちょっと雲消しましょう。はい。移動平均線すべて上に覆いかぶさっている状況で、右下がりになってますから、で、一応ね、下落チャンネル内には戻ってきたんですけど、一応戻ってきてるんですよ。実践として。ですけど、ここの値打ちはね、やっぱりね、上までぐっと上がってきますけど、戻り高値で、押されて落ちてくる可能性あります。今の値打ちからももう一回落ちてくる可能性が、ちょっとありますので、ここは逆にですよ。4万3000ドルぐらいつけたら、ここの短期の移動平均線ぐらいまでぐっと上がってきたら、戻り高値での、いわゆるね、ショートをかけてもちょっと面白いかもねという感じ。ショートをかけても、まあ今ぐらいで引っ掛けてもいいかもなと。ちょっとこれね、まあ、どうでしょうか。まあ、結構厳しめにつけているんで、まあ、この下落チャネル内にね、回帰をしてきているんですよ、今実践として。ですけど、ここもう一回割れ込んだら、だからドルベースでいくと、42,500ドルぐらいはもう一回割れ込んだら、ズルズルズルって落ちてくる可能性がやっぱりありますので、もう一発そこをね、4万ドルで試しに来る可能性もあるんですよ。だから、ショート、今はね、やっぱりね、戻りでのショートをね、打つべき時なのかなという感じ。ちょっとこう、下落チャネル内に戻ってきたのが嫌なんですけどね、この短期の移動平均線ありますでしょ。ここまでグッとタッチしてきた時に、43,300ドルぐらいまでタッチしてきたときに、売る勢が出てくるかなと思いますので、そこでの、ショートは、少しありかなという感じ。で、落ちてきたときに、それでもこの下落チャンネル内のこの形で粘り腰を見せて上にグッと上がってくる。ないしは、このね、短期の移動平均線を実践としてクリアしてきたんであれば、ちょっとそこは逃がしていくのがベストかなというふうに感じておりますので、ここはね、注意をお願いいたします。もしくはもう一個、ちょっと余裕で見ていける方であれば、このね、私が言っていたこのラインあるんですよ。ここ、右上がりのこの黒いラインあるでしょ。これちょっとごめんなさい、見にくいですね。ここ。このラインなんですけど、このラインっていうのは、一旦トップをつけていたんですよ。わかります？このレンジ相場で。で、レジスタンスになっていて、それがサポート転換してきているラインなんですよね。ですから、もしね、ある程度余裕がある方であれば、まあどうかな？余裕がある方であれば、まあ今ぐらいでショートを引っ掛けて下を落ち込みを狙っていくか、もしくは、いいですか？で、上に上がってきた時に、このライン上に回帰してきたら、ちょっと上を目指してやっぱり行くと思うんで、力強さがもう一回出てくる可能性があるんで、この右上がりのライン、ちょうど下落チャンネルの抽選ラインですよね。ですから、44,500ドルぐらいを上にブレイクしてきたら、ちょっとそれはね、損切りをした方がいいかも。それまでは今ここでショートを打つ、上に上がってきた時のこの黒いライン付近でまたショートを打って、ちょっと平均のショート単価をね、ちょっと上げていくみたいな感じで、下の落ち込みを狙っていってからの、まあどうでしょうか、4万ドル付近での利確をねしていくっていうのがベストの選択肢かなと思いますので、今はロングよりもちょっとショート目線でね、上に上がってきた時のショート目線で、売り目線で行くのがいいんじゃないかなっていう感じがねいたしております。なかなかこの黒いラインを上に突破してくるのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。ので今の警戒感でいくと FOMC まで、もし FOMC でテーパリングの話がなければ上にバチってねぶち抜いていく可能性があります。
ますから、そうなるといいですか、上に抜けた時の損切りは必ず設定しておかないと、逆に力強さが出てきてバチッていく可能性がありますからね。ここはきちんとリスク管理をしておきましょう。ショートを打つ方はね、よろしくお願いします。まあ、$43,300ぐらいでのショート打ち、そして$44,000ぐらいでのショート打ちはありかなと思いますので、$44,400ぐらいかな、での戻りでの売りが入ってくる可能性がありますので、ここはねある程度期待をしておきたいところでございます。意外とこの下落チャンネルを意識しない勢がいるかもしれませんから、このラインをね意識する勢がいるかもしれません。はい、やっぱりここはわかります、三尊を形成していた時のネックラインですからね。しかも$44,500っていうのは OK ですね、ネックラインになってるんですよ。ですからここの売りは結構強いんじゃないかなと思いますから OK ですね、売りショート目線で行くのが今はベストよということで、よろしくお願いいたします。上にブレイクしてきたら絶対逃がしてくださいよ。$45,000ぐらいを超えようもんなら絶対に損切りをした方がいいですので、ここはね注意をしておいてください。お願いいたします。はい、次行きます。今はロングじゃないですね、私の中では。私の中ではね、戻りでのショート、$44,000付近でのショートがベストチョイスかなというふうに感じております。はい、次行きます。次はこちら、ポチッとな、行きます、行っちゃいます。ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。肝お願いいたします、お願いいたします。ちょっと声がね高らかに出ないということで、よろしくお願いいたします。はい、行きます。イーサリアムなんですけど、ただいまの価格が$3,004、日本で言うと$324,000あたりをね推移しているような感じになっております。でこの通貨に関してもね一緒、やっぱりマックD線が右下がりで冷やしレベルあまりよろしくないです。そしてあと一つはやっぱり支えとなるラインはね、ここ、冷やしレベルでの長期の移動平均線がこのイーサリアムに関しては効いている感じですよね。$2,800付近まで、最安が$2,758ぐらいまで落ちてきましたから、ほぼほぼ昨日私が言っていたところまで落ちてきたかなと。2750ぐらいまで$3,000を割れ込んだらね落ちてきますよというふうに言ってました。で、ね、そこを割れ込んだらもう$2,400ぐらいまで落ちてきますというふうに言ってましたけれども、そこはなんとか守りきったのかなと。2400ぐらいまで落ちてきますよと言ってましたよね。ですからある程度私が言ったシナリオ通りにことが運んだのかなと思いますから、昨日の第2部の配信を聞かれた後にね、長期保有目的でちょっとイーサリアム、差し値置いておこうかなと、いう方、$3,000$2,750付近で差し値置いておこうかなと思った方はちょうどロングで反発狙いで入れたんじゃないかなと思いますから、その通貨に関しては一旦ね FOMC の決着がどうなるか分かりませんからね、まあ長期保有目的で持っておいてもいいんですけど、もしかしたらやっぱりビットコインもね、やっぱちょっとまた下目線が強そうなので、一旦はこうある程度ね玉流しを利確をしておいてもいいかもねという感じ、少しでも、ちょっと玉の量を落としてもう一回落ちてきた時に仕込むとかね、そういった形で見ておいてもいいかもしれません。今ちょうどいい感じで上昇取れてると思いますから OK ですか。特に$2,750付近でね、あちら握れた方に関してはね、ちょっとだけ利確を考えておいてもいいかもねと。まあ、長期保有目的を短期にね、ちょっとスイッチするような感じで意識しておいてもいいかもしれません。OK ですか？で、今ね、これね、やっぱりね、$3,000以上。つまりここ、ちょっと雲で見にくいので、いきますよ。ここ、三尊形成をしておっていいですか？$3,000っていうのがやっぱりネックラインになってるんですよ。で、このネックライン上に今ちょうどいる感じになっておりますから、ここもう一回ビットコインの弱含みが入ってくると、やっぱりゼロゼロとやっぱりね、当然落ちてきますので、その時にね、どうなっていくのか、底固めをこの長期の移動平均線上でしてくれるのかどうか、できなければ、もう2400から500ぐらいまでやっぱり落ちてきますので、そこはね、また落ちてきた時の分割エントリーとしてね、差し値を置いておくのがベストでしょう。よろしくお願いいたします。はい、まあとにかく今はねビットコインの希少に寄ってますので、ビットコインが割れ込んで落ちてくるんであれば、さらに落ちてきて$40,000前半を試しに来るんであれば、当然ですけどイーサリアムも下がってきますってなると、やっぱりねちょっと今は堅相場に入っておいてもいいんじゃないかな、 FOMC の結果を待ってから入っていっても遅くないんじゃないかなと思いますので、そこはね注意をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、だから今はちょっと堅相場で、もしねこの$3,000という、わかります、さっき言いましたよね、三尊形成ラインを守り抜いて上に上がっていくんじゃないかとイーサリアム、そう感じる方がいるんだれば、ここは一旦の反発狙いで、ロングを、ちょっと仕掛けておいてもいいかもね。ですけどその際の頭打ちラインがね、やっぱりここ付近になると思うんですよ。ちょっとごめんなさいね。まあ言ってもここ、$3,100とかね、まあになるんじゃないかなという感じ、私の見解ではですよ。やっぱりここダブルボトムつけていて、そのねボトム付近、まあ今ちょうど、ボトム付近、かなという感じ。ちょっとごめんなさい、冷やししておきましょうか。冷やしでいくと、まあ半値戻しぐらいって考えると、そうですね、$3,100ちょっと、$3,130か、$3,150とか、ここら辺ぐらいまでの上昇はワンチャン見ていけるかもなという感じがしますので、ちょうどほら、そうですね、$3,150から3,200まであるかなという感じ。そうですね、まあ今ロングインしていただいてね、$3,000やっぱりかなり意識されている切り板の数字ですから、反発で上、まあ100から150ぐらいの上昇を見てね、利確をしておいてもいいんじゃないかな。ここはやっぱりあれだと
つけてね、サポートされてますから、逆にレジスタンスとなって効いてくる可能性がありますので、3100ドルぐらいを目標にワンチャンちょっと上がってくるかもなっていう感じがね、いたしておりますので、ちょっとスキャ的な感じでね、取引をしておいてもいいかもしれません。スキャリピング的な感じでね、取引は OK かなという感じ。ロングを仕掛けるんであればですよ。 OK ですか、いう感じがしております。はい、まあまあビットコインはね、ちょっとショート目線で上まで上がってきた時にショートを打つのがいいかな。イーサリアムに関しては単体でちょっと期待感も相重なって、この大幅下落の半値戻しぐらいまで行く可能性があります。3100ドルぐらいまでね、今下ヒゲポーンつけて、まあビットコインもちょぽーんってつけてるんですけどね、ちょっともう一回見ましょうか。ですけどやっぱりこのラインが邪魔なんですよ。うん、そうなんですよ。この4万4000ドルっていうね、ラインがちょっと邪魔ですので、まあ上がってくる可能性はありますけどね、やっぱり今回のこのうちの下落は結構大きいんじゃないかなと。で、反発力がちょっとやっぱり弱いんで、ね、まあイーサリアムも同じなんですけど、ちょっとあんまりよろしくないんじゃないかなって感じもしますよ。だから、まあどうでしょうかね。イーサリアムはね、なんかこう、力強く、ちょっとだけは反発しそうな、まあこれ感じですよ、雰囲気で言って。ちょっとそこはごめんなさいなんですけども。だから3100ドルぐらいまで見ていて、もしかしたらワンチャン上昇するかもねっていうのはね、意識しておきましょうと。それが嫌なら、もう何も手つかずで行くのがいいんじゃないかなっていう感じ。あともう一つは、あちら。まあ、どうでしょうかね。3100ドルぐらい。ここのね、下落チャンネルの、この、サポートラインになってましたよね。この付近まで一旦ちょっと上がっていってもいいんじゃないかなって感じもしますから、3150ドルぐらいまでの上げはね、ワンチャンあるかもねっていうことで意識をしておいてください。まあ、あまりね、危険な取引をしたくないよという方であれば、まあ、ここはお控えなさった方がいいかなと。まあ、ビットコインも、下落チャンネル内に入ってきているからね、一旦上を目指しそうなんですけれども、ちょっと上がってきても44300ドルぐらいで押される可能性がありますよっていうのは意識をしておきましょう。逆にこの付近に来た時に、今、もしね、ちょっと話変わるかもしれませんけど、もしロングインをして44300ドルで利確をして、ここで土天のショートを打つっていうのだからありっていう感じですね。もしくはもう今ぐらいからショートを打っておいて下落を狙っていく。あまりほらここからわかりますよね。ちょっとごめんなさいね。もう一回ビットコインに戻りますけれども、やっぱり今かなり重要なところでしょうから、ちょっと一旦はここね、もしかしたらぐっとね、やっぱり4万4000ドルぐらいまで上がってくる可能性がありますからね。ロングかけてもいいのかなという感じもするけど、下落チャンネルの下支えが入るから、まあ、イーサリアムもね、今いい、ちょっとこう、3100ドル付近まで上がりそうなんで、まあ、ロングをかけて4万4000ドル付近ぐらいまで上がってきた時の土手のショートはありかなという感じ。ここでショートを打つよりもね、もしくは割れ込んでショートを打つか、という感じ。ですけど結構今ね、微妙なラインに差し掛かってますので、まあ、こういった時はね、まあ、あまり入らない方がベストかなと思いますけども、まあ、戻り高値でのショートはありでございますよ。OK ですか？あとはごめんなさい、ごめんなさい。イーサリアムも今徐々に上がってきましたね。ちょっと力強さが出てきて。下落チャンネルのサポートライン付近までは一旦は上がってくる可能性がありますから、もしロングインした方は、まあ、もしロングインした方はね、今ね、もう3150ドル付近での、利確を推奨しておりますので、ここはねよろしくお願いいたします。ごめんなさい、ちょっと話がブレブレになっちゃって、ごめんなさい。なかなか難しいところ、もしかしたら落ちてくる可能性があるよということで意識をしておいてください。はい、次行きます。次はね、まあ今日の第2部でどういった方向感になるかがまた分かると思いますから、そこでまた見ていきましょうかということでお願いいたします。行きます。次はこちら、皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。はい、行きます。ちょっとね、なかなか難しい。まあ結論は、ビットコイン4万4000ぐらいまで上がりそうだけど、そこからね、押されて落ちてくる可能性があるから、ショートあり。イーサリアムに関しても、一旦は3150まで上がりそうだけど、そこからどうなるか分かりませんので、ここはまあ、ショートありかなっていう感じ。まあ、同じ目線ですかね。を取っておきましょうということでお願いいたしますね。はい、まとめました。で、リップルに関していきますと、ただいまの価格が 0.946 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、この通貨に関しても一応、昨日ね、お伝えした通りに今、動きとしてはなってきております。ますし、どうでしょうかね。やっぱりこのね、長期の移動平均線、冷やしレベルでの、この長期の移動平均線を割れ込んでしまうと、やっぱりずるっと当然これ落ちてきますから、OK です。で、その落ちてくるラインっていうのが、ここですよ、いいですか、何遍も言いますけど、0.6、ここ 0.65 とか、その付近までずるずるっと落ちてきてもおかしくないでですからね、OK ですか。ビットコインが4万ドルをもう一回下試しに来て、4万ドルを割れ込んでしまうと、当然リップルに関しても、ちょっとかなりの大幅下落を起こす可能性がありますから、ここはね、絶対的に意識をしておきましょうということでよろしくお願いします。で、そうなった場合、このね、赤いライン、ないしはこの右上がりの黒いラインっていうのが、やっぱりサポートとして効いてくると思うんですよ。OK です。ですから 0.65 ドル付近での支えは多分、おそらく入ると思いますから、ここでの差し値は OK よという感じ。で、今上に上がってきておりますからね。ちょっと雲も見ていきましょうか。はい。上がってきておるんでございますけれども、やっ
ぱりね、どうかなと。あ、雲の中、まあ今ね、黄色のライン上に、まあ回帰してきたのでね、悪い様相じゃないですけど、やっぱりビットコインのね、下げに、応じて、当然この、リップルに関しても、釣られてくる可能性が当然ありますから、ここは警戒感を残しておきたいんですけど、いいですか、ビットコインが、もしね、ここ今の値打ちで粘っていただいて、もう一回例えば下を試さずにですよ、今の値打ちを粘っていただいて、底固めをグーッとしていくんであれば、あって、FOMC での安心感が広がって、グッと上を目指していくんであれば、当然リップルに関しても、今はちょうどね、黄色いライン上に乗っかっておりますので、ここは分割エントリーの買いチャンス値打ちになってるんですよ。ですから、長期保有目的で気になる方は、ここね、ある程度玉を厚めに入れておいてもいいんじゃないかなって感じで、割れ込んだ際は、いいですか、もう一回言いますよ。0.64 ドルぐらい、0.65 ドルぐらいまで、当然落ちてきますから、そこでのね、ぶち込み用の資金として、当然残しておきましょうということでよろしくお願いします。そこまで落ちてきたら、やっぱりこれはね、こういった形で高値を結んだ三角持ち合いが形成される可能性がありますので、OK ですね。そこをブレイクしてきたら、またね、短期並びに FX 勢は仕込み場が来るんじゃないかなと思いますので、そこはね、よろしくお願いします。はい。まあ、長期保有目的の方は、今ぐらいで入れていただいても、ちょっと枚数集めておいてもね、いいんじゃないかなっていう感じがね、いたしております。はい。まあ、上に関しては、まあ、ビットコインの様子が良くならないと始まりませんし、上に関してはね、ここですよね、やっぱりね。高値を結んだラインを超えていかないと何も次のフェーズが始まりませんので、やっぱりちょっとまだ時間がかかっちゃうのかなという感じでね、よろしくお願いします。今であれば下に落ちてきて、ここでの反発をしてきて、ぐっとね、上がってくる可能性のがもしかしたら大きいかもなということ。はい。ビットコインが落ちてきたらそういうシナリオになるよということで、意識をしておいてください。はい、次行きます。次はね、なかなか難しいですね、ビットコインとイーサリアムが今はね。やっぱりこう、データというよりも、ちょっとこう、警戒感が広がっている感じがするので、なかなか回収ぶりが起こっているのかな。だからそういった意味で下落目線かなという感じで、下目線かなという感じ。はい。で、行きましょう、行きましょう。はい。次はね、IOST 見ていきましょう。IOST。はい。IOST なんですけど、ただいまの価格が 0.058 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、これに関しては、今、上昇チャンネルをね、下にもう割れ込んでしまいました。割れ込んでしまいました。で、一応ね、これも一緒で、もうビットコインの、まあ、日本で言うと 6.2 ドル付近。6.2 ドルぐらいね。やっぱりビットコイン、あとはイーサリアム様の状況には当然よるでしょうということで、これいいですか？そうでしょうね、よりますでしょう。で、あとはここがね、落ちてきたとき、もしビットコインが大幅に下落をしてきたときに、まあ、分割エントリーの場所としてはまず言っておきましょう。はい。このね、0.046 ドル。ここがまず一つ目の IOST に関する分割エントリーの場所でございます。まあ、今回のね、ビットコインの落ち、によって、ここ、ヒゲまで加味すると、いいですか ?0.05 ドルという、ある程度切り板あたりを意識されていた方が多いのかなと。まあ、ここでのヒゲもそうですよね。0.05 ドル付近。ここのヒゲもそうですよね。そこで一旦支えが入ったということで、もし今回ね、ビットコインがまたさらに下掘って4万ドルをもう一回試しに来るんだまあ、何回か試しに来るんであれば、当然 IOST に関してももう一回ね 0.05 ドルを試しに来る可能性が多いになりますから、 OK です。ヒゲの加担までね、だからそこで一旦は差し値を置いていいのかなと。長期保有目的の方はですよ。で、割れ込んだらここ青いラインの 0.046 ドル、そしてそこも割れ込んでしまったら 0.038 ドル付近で、分割エントリーは推奨でございますから、ここはね、意識をしておいてください。で、 0.038 ドルぐらいまで落ちてきた場合は日足の雲が強気雲がありますので、ある程度支えとなってね、反発はしてくる可能性がありますので、ここは IOST 単体で言えば 0.038 ドルでの反発はね、期待できるんじゃないかなと思いますので、もう一回言いましょうか。 0.05 ドル、そして 0.046 ドル、そして 0.038 ドルでの3分割ぐらいでね、差し値を置いておく、下目線でいくならば反発ポイントとして差し値を置いておくのがベストでしょう。よろしくお願いいたします。はい。今はまだもう MACD 線も右下がりでよろしくないんでね、4時足レベルも MACD 線がもう全然良くないんで、ビットコインがやっぱり崩れてくると当然崩れてくるでしょうしね、ここはあまり焦らずに入っていくのがいいんじゃないかなという感じがいたしております。はい、次行きます。次はですね、行きますよ。同時コイン見ていきましょう。同時コイン、はい、行きます。同時コインなんでございますけれども、行きますよ。ただいまの価格が 0.21 ドル付近をね、推移しているような形になっております。 OK ですか。で、ここちょっとね、ラインをね、追加したいと思うんですけど、ですね、行きますよ。まず1本目、まあ、冷やしで入れていきましょう。ちょっとここを追加しますよ。ここ、はい、こういった形。そして、あと一本がですね、まあ、赤いラインがね、サポートになっているって明らかなんですけど、ここですよね、このなだらかなライン。ここ。はい。こういった形でちょっとラインが引けるかなという感じ。まずは、大幅上昇を起点とした、まあ、ところのね、いわゆる、ある程度サポートライン。ここが最終的な防衛ラインとは思うんですよ。OK です。で、もう一本、この高値。
わかります？大幅上昇してきた時のこのレジスタンスラインね、あとはここ、やっぱりここの値ですよね、ぐっとぐっと上昇って大幅上昇をの起点となる場所をこう繋いでいった、つまりレジスタンスとなっていたラインを繋いでいったら、ちょうどねヒゲまで加味するとサポート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 で右上がりでずっと来てるんですよ。ですからこのね2本のラインがとにかくサポートとして機能してくるんじゃないか、ある意味押し目ポイントとしてある程度意識はされてくるんじゃないかなと思いますので、まずそのうちの1本目がこの赤いラインと、わかります、あの丸かぶりしているんですよ。でこのクロスバージョンになってますから、同時コインに関しては当然ここの 0.1858 ドル、ここはある程度買いをね、あの厚めに入れておいてもいいんじゃないかなって感じ、うん、反発ポイントの一つでございます。 OK です、反発ポイントの一つでございますので、ビットコインが、4万ドルで買い切ってくれるんであれば、同時コインも 0.18 ドルぐらいでやっぱり買い切っていただいて結構いい形で、だからビットコインが4万ドルまで落ちてきてもここ反発してきてパーンとね、この、ね、赤いライン上でロウソクをつけていく、ヒゲは抜くかもしれませんけど、ロウソクをつけてねきちんと守り抜いてグッと力強さが出てくる可能性がありますので、まず一つ目の分割エントリー場所は 0.1858 ドル付近がまず最良、 OK です、最良でございますね。日本のクロスが意識されますからで、もし割れ込んだらここのラインです。このラインが上昇本当に起点となる場所のサポートラインとして意識はされているかなと思いますので、意識はされてくるかなと思いますので、ここでの押し目買いはチャンスでございましょう。ですからドルベースでいくといいですか、ここ 0.158 ドルぐらい、ここは二つ目の分割エントリーで、もし割れ込んだら三つ目もう最後ですよね、0.145 ドルぐらい、うん、0.145 ドルぐらいが最終的な押し目ラインとしてね、押さえておくのがいいんじゃないかな。ここをもし割れ込んだらもう大幅下落ずらっと起こしますので、もう最終的には 0.1 ドルぐらいね、 0.1 ドル、このトップ 0.1 ドルぐらいがもう最終の最終でございますから、ここまで落ちてきて資金入力があるならば最後、ぶち込んでね、いわゆる上昇を待っておくっていうのがいいんじゃないか、あとは静観フェーズに入っていって上昇ね待っていくっていうのがいいんじゃないかなと思っておりますので、1個目は 0.5 ごめんなさい、もう一回見ましょうか、 0.185 ドルぐらい、2本目が 0.15 ドルぐらい、 0.16 ドルぐらいですか、で3個目が 0.14 ドルぐらいで、最後が 0.1 ドルぐらいっていう形で細かく設定はできますので、ね、ここは一応落ちてきた時の分割エントリーの場所として想定をしておきましょう。はい、まあビットコインによりますからね、ちょっとここは期待感、今から上に上がっていく期待感を持つ、あー上がってきましたね、リップ、うん、あーイーサリアムはね、まあ期待感を持つよりもちょっと戻ってきてからの押されがある可能性があるよということはね意識をしておいてください。はい、次行きます。次はね行きましょうか、バット見ていきましょう、バット行きます。ですね、バットなんですけど、ただいまの価格が 0.66 ドル付近なんですよ。で、これ日本円で言うと71円あたりをね、推移しているような状況で、バットに関しては、もうこれ左行きますけれども、もう長い間ね、ある程度このレジスタンスライン、わかります？高値を結んだこのラインですよ。このラインが結構ね、サポート転換として効いているは効いているんですよ。こういった形。うん。まあ、結構というか、こういった形ですね。はい。まあ、ここサポートされてますし、ここもある程度上昇起点となっている場所としてね、意識はされているでしょう。この黒いラインが。で、右側に移りますと、実線でやっぱり、うん、サポートされてますし、OK ですね。で、ヒゲでサポートが効いてますよね、ここ。わかります？効いてますから、やっぱり黒いラインが、ここは次はレジスタンスです。実線としてのレジスタンスとして効いていて、今サポート入ってますから、ここは今ね、どういう状況か、バットに関しては、いいですか？押し目買いのチャンスネイチにいますよっていうのは、意識をしておいてください。押し目買いのチャンスネイチですよということは、意識をしておきましょう。で、もし、まあ、短期並びに FX 勢でもね、まあ、ここ粘っていただくんであれば、上を目指していく可能性がありますので、ここは、押し目買い、強い押し目買いの場所ということで、短期並びに FX をやる方であってもね、ちょっとバットは考えておいてもいいかも。うん、かなり力強い押し目でしたから、もしこのラインを実践として割れ込んだら絶対逃がさないといけないです。逃がしていくのが得策かなと。特にビットコインが4万ドルを割れようもんなら、当然バットもずっと黄色いラインぐらいまで落ちてくる可能性大いにありますから、OK ですか？ここは注意をお願いいたします。はい、大丈夫ですね。だから、現物買いとしては分割エントリーのチャンスネイチ。で、短期並びに FX 勢も結構強い押し目ラインとして機能してましたから、チャンス。ですけど、短期並びに FX 勢はここは割れ込んだら逃がしていくっていうのがベストということで、よろしくお願いいたします。はい。まあ、バットは長期保有目的がいいかなという感じがいたしますね。で、次行きましょう。次はね、ソルを見ていきましょう。ソル。うん。またこれソルもね、落ちてきたということで、いいですか？仕込みのチャンスがね、出てきているものは結構あるんですよ。うん。長期保有目的で資金がある方は、結構チャンス通貨多いですからね、ぶっちゃけた話。OK、次行きますよ。ソルなんですけども、ただいまの価格が138ドル付近を推移しております。OK ですか？で、今この通貨に関してはちょっとここは消しておきましょうかね。もう新しくチャートを作っておいてもいいかなっていう感じがしますから、うん。今これね、ちょうど、
まあ冷やしレベルで見ておりますけれども、いいですか？あ、じゃあここ消しましょうか、ごめんなさい。今この青いラインってやっぱり守られるべきラインでした。一応もともとこれ多分引いてたかなと思うんですよ。うん、127ドルぐらいまでの落ちはありますよってもともと引いていたラインです、これ。前回ソルをご案内した時に、ですからここでね、もし前回見ていただいて、あ、ソルね127ドルで購入しようかなと思った方は、今ちょうどぶっ刺さってだいたい1枚あたり10ドルぐらいのね利益は取れていると思うんですよ。ですから結構いい形で、ここはやっぱり最終的なこのね高値を結んだラインを超えていかないと強い上昇が見受けられませんし、やっぱりビットコインの希少にもね当然よりますからね、そこはさらに言うと注意しておきましょうということです。ちょっとこういう形で、はい。ですからいいですか、ここから上がってきたとしても一旦は、うん、150ドルぐらいで押される可能性がやっぱり多いのありますからね。150ドルぐらいでの一旦この青いラインで入れた方は、利確をちょっと検討しておいてもいいかも。で、上にブレイクしたら力強さがもう一回出てくると思いますので、その時にねもう一回ロングオンしていくとかいう形でもいいかもねっていう感じで、この青いラインはそもそもわかります、出来高がねぐちっと増えていった場所にはなるんですよ。で、レジスタンスからのサポートですから、結構強めにレジサポ転換線としては意識されているんじゃないかなと。 OK です。で、もしビットコインが4万ドル割れ込んでしまうと、おそらくソルに関してもこの青いラインを割れ込んでしまいますってなると、どこまで下落するのかって話ですけど、いいですか、これは結構な大幅下落を起こす可能性があります。どこかやっぱり冷やしレベルのここですよね。うん、この長期の移動平均線ぐらいまでは落ちてくる可能性がありますので、下手すると100ドルずらっと割れ込んで80ドルぐらいまではちょっとね、こう、落ちがあるかもしれませんから、ここはね、注意をしておきましょう。よろしくお願いしますよ。OK ですか？だからここは注意をね、絶対的にしておくべきかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、ですけど、127ドルが結構守られるべきラインとして、強みに効いておりますのでね、ここから一旦の上の150ドル、156ドルから7ドルぐらいまでの上昇はちょっと期待をしていきたいところ。ビットコインがちょっと様子が良くなれば、ソルに関してもぐっと上に上がってくるでしょうけれども、ビットコインがそこで頭を抑えられて、ソルもね、同時に抑えられて、ずるっと落ちてくる可能性があります。その時は、青いラインで一発も一発入れて反発を狙っていくか、もしくはちょっとねこうね、落ちてきた時、は割れ込んでくる可能性がありますので、ここ赤いラインでの、つまりまあ80ドルぐらいかな、ここちょっと一旦もたついているのがあるので、80ドルぐらい、での差し値を置いてロングインはありかなと思いますので、割れ込んだらねそこでのいわゆる現物買いは推奨でございます。よろしくお願いします。で、短期並びに FX 勢はやっぱりこの高値を結んだラインを抜けていってからねロングインをしていくのがベストでしょう。お願いいたします。はい、今はとにかく青いラインで握れた方は150ドル付近での利確は推奨よ。上にブレイクしてきたら短期並びに FX でも仕込んでいっても OK で、長期保有目的の方も玉を増やしていってね、上を目指していっても OK かなって感じがいたしております。はい、次行きます。次はですね、割れたら注意ですよ。割れたら80ドルぐらいまで落ちてくる可能性がありますのでね、ここは注意でお願いいたします。はい、そして今日の最後行きましょう。今日の最後は QNT クワント見ていきましょう。クワント、うん、ちょっと難しいですよね今ね、本当に、うん、相場が難しいと思います。はい、実は、うん、下目線なんだけどなんか上がってきそうな感じもするというものすごく難しいところを今うようよしてますから、もうそういった時はね本当に FOMC 待ちなんですよ多分これ。うん、だからあまりね、ちょっと打診で入れていくのはいいかなと思いますけど、あまりフルぶっ込みするとちょっとまずい状況になる可能性がありますのでね、ここは注意をお願いいたします。はい、これがもしね FOMC のテーパリング織り込み済みの下落ならいいんですけどね、もし織り込み済みじゃなければやっぱり4万ドルビットコインなんですけど4万ドル割れ込んじゃうと他の主要通貨もめちゃくちゃ重要なねラインを割れ込んでしまいますから、ここは本当に注意をねしておいてください。で、今日の最後いきましょう。いきますよ。ですね、ただいまの価格がクワント299ドルあたりを推移しているような状況になっております。 OK ですか。で、この通貨に関してはいきますよ。まあ、もともとね、こういった形で上昇ウェッジを描いていたんですよ。で、そこをブレイクして、めちゃめちゃ力強いね、上昇が起こりました。で、まあ、これも消しておいていいかなって感じ。で、いきますよ。やっぱりね、このね、重要な353ドル。うん。これはかなり意識されていたんです。これ何かって言いますと、フィボナッチエクステンションを引いた時の、ラインなんですよ。ですから、やっぱりここがね、かなり意識されていたのかなという感じで、割れ込んでずるっと落ちてきましたよね。で、そうなった場合、いいですか？まあ、そうですよね。ある程度、こう、三尊的な感じも見受けられるんじゃないかなと思うんですけどもね、こういった形で。ぐーっと引いていくと三尊成立をしていてネックライン割れたっていうのでもね、まあ意識はされるんじゃないかなと思いますから、こういった形、はい、ちょっと荒いですけど、そういった意味合いも含めてこのオレンジのラインって今後はかなり重要になるでしょうね。やっぱりこのオレンジのライン、もしくはこの右上がりの三尊のネックラインっていうのはかなり重要なラインになるかなと思いますので、そこは意識をしておいてください。で、今はとにかくビットコインのこれ様相によってねまた落ちてくる可能性がありますから、その際は上昇ウェッジを描いていた時のいいですか、レジスタンスラインがサポートとして機能してくる可能性がありますので、ドルベースとして言うと
250ドル付近での、まずは、分割エントリーは推奨です。あとは、ビットコインが下げ止まってくれれば、反発で、250ドル付近での反発で、上にグッと一旦は、こういったヒゲをつけて上がってくる可能性がありますので、短期並びに FX 勢もね、一応この上昇ウェッジの、このいいですか、250ドル付近は、ロングインをしていって反発狙いで見ておいてもいいんじゃないかなという感じがいたしております。OK です。とにかく、今下にはね、重要な支えとなるラインが入っているよ、ということであるかな、という感じがしておりますので、ここはね、慎重に見ていく。うん。ちょっとチャンスネイチになっているかもね、ということでよろしくお願いいたします。OK ですか？まあ、さっきも言いましたように、まあ、上にブレイク。まあ、あとはここですよね。あ、ごめんなさい。今引いて思ったんですけど、ここね、うん。三角持ち合いを形成していましたね。ここでもね。こういった形で。三角持ち合いの下割れっていうことも意味合いがありますので、やっぱりここを上にブレイクしないと。オレンジのラインをブレイクしてこないと、やっぱり今の状態でいくと力強さが出てこないかなと思いますので、ここはね、より、意識をね、お願いいたします。はい。それではね、本日の第1部の配信以上となります。ちょっとね、チャート結構難しいです。今、本当に。多分相場師の方ね、結構悩んでる方が多分多いと思う。うん。FOMC、直近で重要なニュース、うん、FOMC でやっぱり何回も言いますけど、ありますから、やっぱりチャート分析だけじゃね、なかなか適用できない部分もあると思うんですよ。だから、この下落がテーパリング織り込み済みの話なのか違うのかっていうのもやっぱり大きく関わってますので、ちょっと今日の第一部の配信ね、結構ね、予想がブレブレになっていると思いますので、ちょっと注意をしてね、行くのがいいかなと思います。どうしても入りたい方は、やっぱり戻りでのね、上昇はあるかもしれませんけど、あまり欲はかかずに利確で、逆に土天でのショートはありかなと思います。4万ビットコインね、ビットコインにとにかく注目しておきましょう。あるというよりも、ビットコインが下がってきたら全面的にあるとも全部いきますから、全部チュドーンっていきますから、その時はいいですか、皆様ね、必ずいいですかね、下落で笑えない人間は相場者勝てません、はっきり言いますけど、やっぱりここをどういった形で決着、相場師としてね、決着させていくのか、入っていくのか、もしくは、どうでしょうか、生還をしていくのか、ここが、腕の見せ所でございますから、例えば4万ドルを割り込んだらね、下落、相場が一気に開始する、してくる可能性がありますからね、そういった時に、例えば、4万ドル付近に差し掛かった時のアルトコイン含めてね、ロングを入れちゃったと。で、さらにそこを割れて、弱気相場が始まっちゃったと。ってなった場合、4万ドルで入れた玉、だから他のアルトコインで言うと、ビットコインが4万ドルに差し掛かった時に、入れた玉に関してどういう風に決着をさせていくのか。まだ、下で買い集めを行って、いずれの上昇を狙っていくのか。私はこれはありだと思うんですよ。難品は、この仮想通貨業界においてはね、有効な、いわゆる、手段の一つ。として私は捉えてますから、ここはありかな。だから、そういった意味も含めまして、4万ドルまで、まあ、じゃあ到達してきたときに、どれぐらいの玉量でいくのか、どれぐらいの今資金を持っていて、その例えば通貨にね、割り当てるときに何割ぐらい入れていくのか、これも、やっぱり注意というか、うん、もし落ちてきたときっていうことを考えた場合に、やっぱりここでフルぶち込みダメよねっていう感じでね、また意識できると思いますので、ここはね、慎重に行きましょうということでございます。OK です。基本的には私はロンガーでございますからね。まあ、なかなか難しいところなんでございますけれども、今回の大幅下落がね、テーパリング、折り込み済みであった欲しいなというのがね、ちょっと意識の中ではありますから、よろしくお願いします。そこを固めていくんであれば、おそらく4万から4万3000ドルぐらい、ちょっと幅がありますけれども、その付近での底固めを行っていくんじゃないかなと思います。そこを守りきって上に上昇してくる、4万8000ドル以上つけてくるんであれば、これはもうね、年末に向けての大相場突入になる可能性がありますので、ここはもうね、買い一択で行くしかないかなという感じ。4万8000を超えていけば、もう年末に向けての買い一択相場がね、出てくる。もう寝て起きたら、資金が増えてるみたいな感じがね、起こり得ますので、そこに向けての最後の山場かもしれませんから、ここはね、一応どっちつかずの方向感ということで、ちょっと危険なね、匂いもしますから、ちょっとこう、ブレブレなんですけれどもね、本日申し訳なかったんでございますけれども、チャート分析は以上となります。はい、それではね、本日の第1部の配信以上となります。そしていきますよ。チャンネル登録者の方がなんと、いきましょう、なんと9232名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。誠に誠にありがとうございます。皆様のね、高評価であるとか、バッドボタンでも構いません。あとは、やっぱりコメント等ね、こちらがあるおかげで、YouTube のおすすめに上がっているんでございましょうか。ありがとうございます。そして、もし初めて聞かれた方はね、ぜひともチャンネル登録というボタンを押していただければ、嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、以上をもちまして、第1部の配信以上となります。ごめんなさい、何回も繰り返しになりまして、今日の第2部の配信はまた夜の11時から12時の間ぐらいにね、配信をさせていただきたいと思っております、おりますので、それまで楽しみにお待ちください。